事務局埼玉都根保健医療圏医療連携推進協議会は埼玉県北東部の協議会である。埼玉都根保健医療圏医療連携推進協議会は都根保健医療圏における地域医療再建計画が2010年1月29日に国により採決され、同年7月20日に行田市、羽生市、加藤市、久喜市、沿手市、蓮田市、 南埼玉郡白岡町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町の六市三町の地域に設置、南埼玉郡白岡町の市政を経て、現在は、行田市、羽生市、加須市、久喜市、沙っ市、蓮田市、白岡市、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町の七市二町の行政、埼玉県加須保健省及び、沙っ保健所、県域内医師会、 県域内医師会、医師会、県域内薬剤師会、医療機関で構成されている。協議会の会長は、加藤市長が務め、副会長を、久喜市長、加藤医師会、北埼玉医師会、南埼玉郡市医師会、北勝北部医師会が務めている。この協議会が運営しているものとして、埼玉都根保健医療兼地域医療、ネットワークシステム、トネットがある。トネットは、 埼玉都根保健医療圏医療連携推進協議会が運営している地域医療ネットワークシステムであり、その愛称が都ネッとである。これは都根地域のネットワークが語源である。2012年4月1日から試験運用され、同年7月1日から本格運用が開始された。2018年4月1日からは、 歯科医療機関と調査薬局がトネットに加入したことを受け、新トネットとして運用が開始された。2019年4月からは、トネ保健医療犬以外の住民も参加できるようになったが、申し込み時にカード代として500円を負担する必要がある。システムとしては、登録時にトネット参加同意書を記入する際に、必須項目として、氏名、青年月日。 郵便番号、住所、電話番号、性別、血液型、緊急連絡先を記入し、任意記入項目として、医療機関、アレルギー情報、エピペンの有無、アナフィラキシーショックの可能性の有無、病歴、服用薬、とネット健康記録のパスワードがある。同意書に記入後、本人確認書類のコピーと合わせ書定の提出先に、提出すると、登録した際の住所宛に、 かかりつけカードが発送されてくる。このかかりつけカードをトネット参加機関に赴いた際に提出すると診療情報がシステム上に蓄積される。また他のトネット参加機関でカードを受付時に提出するとその機関との間で診療情報の共有が行われることになる。そして救急医療を必要とした際、トネ保健医療圏内の救急隊が所持している。 タブレットでかかりつけ医カードに記されているかかりつけ医、カード ID を入力4月12日から発行されたカードは IC 化されているすることにより参加同意書に記入した内容やかかりつけ医、診療情報、服薬などが表示され、対応がより迅速に取れるようになるというものである。救急の際にはかかりつけ医、カード ID の確認のためかかりつけ医カードの存在を 救急隊に見つけてもらう必要がある。このほかトネットにはパソコンやスマートフォンで利用できる健康記録の機能があり、身長、体重、血圧、検査値を入力することができる。先日のトネット健康記録のパスワードはここにログインする際に必要なパスワードである。なお、トネ保健医療圏に属するすべての医療機関がと、 ネットに参加しているのではないので注意が必要である。また、トネ保健医療圏外の救急車にはトネットのタブレット端末は搭載されていないので、健康に不安のあるものは1万1の際に救急隊に情報を表示できるよう事前の準備が必要である。を救急隊に知らせたい場合、スマートフォンなどの端末に自身の情報を表示する必要がある。また、 重機ネットとはリンクしていないため、住所変更などが生じた際には、トネット利用者登録変更届を提出して、登録内容を変更する必要がある。同情の理由により、利用者が死亡した場合なども代理者が、トネット同意撤回届を提出する必要があり、提出しなかった場合はかかりつけカードは行き続けることとなる。客中参考資料、ありがとうございます。